で、ちょっと近くの人は来ていただいて、茎を触ってこうクリクリクリって回してみてください。クリクリクリってどうですかね。匂いもするけど、手で触った感じどうですか。丸い。それともカクカクしてる。そう、カクカクしてます。これはシソ科の特徴なんですけど、茎がこう四角くなってるので、これからシソ科のもの、活動しも含めて、あとローズマリーとかラベンダーもこうクルクルっとすると、茎が四角化してきます。で、特徴、中にこういう風になっていて、中にこうぐーっとこう虫が入っていくと、体におしべの、花粉がつくような形をとっていく。シソ科も同じような戦略なんですけど、タンポポみたいにね、こうハッと開くのとまたちょっと違う、虫との付き合い方をしていたりします。なので、もし今言ったところにマメ科の植物が過密を持ってるんですけど、若干前これはですね、引き締める作用っていうのがすごく強くて、これで青汁を作るんですね。青汁を作って、ね、それはお塩に浸すんです、そしてそうすると塩がジョリジョリジョリってなりますよね。そしたらそれをちょっとフライパンとかにのせているんですね。そうすると水分が飛ぶと、ちょっと緑色の塩が残るんです。でそれは歯茎、デンタルケアに昔から使っているのを積んでいったものを、こんな感じだと、すりつぶしてもいいし、簡単になのだとジューサーとかがもしあれば、ジューサーとかハンドミキサーとかがあれば、これをちぎったのにちょっとだけ水を入れて潰す、それをギュッと絞るっていう、そんな感じで青汁ができます。でさっき言ったみたいな感じでやるとできて、お塩をこういって乾燥させたら、ちょっとジャム瓶みたいなのに入れて、お米はですよ、カフェインが入っていないので、ちょっとコーヒーみたいな美味しさがあるのと、あとプラス母乳の成分もよく取れるなので、普段も良いし、あとは生まれたからも良いし、ね、そういういいところがあったり、タコは背丈をちょっと観察しておいてもらうと、お花の背丈より綿毛の背丈の方が高い、こう倒れるかもしれない、それがあったりするので、そんなタコもね、割と身近ですけど面白いです。それでヤイムグラ、これね、今みたいな付け方も可愛いし、はい、もう一回つけていい？はい、このちょっと太陽みたいにしてみようか。太陽さん。そうそうそう、これをちょっと広げるんだ。なんかあんま可愛くなくなっちゃった。ごめんね。こんな感じで、ピッてやると、ほら、ちょっと可愛いでしょ。勲章じゃない。じゃんじゃん。って感じですけど、これをですね、ちょっと細かくなったので、こんな感じでお皿に入れてお渡しします。そしたらタカお願いします。はい、この子のつながりのちょっと抹茶みたいな感じ、そうそう、こうジェラートみたいになります。こういう風に、もうちょっと濃くてもいいです、もうちょっと濃くても、こんな感じで、こんな感じで混ぜて、よく混ざったなと思って、こう満足したら混ぜ具合に、そしたら、っていう感じで、ちょっと多めにすると味が分かると思います。割とほのかなので、分かりづらいかもしれないですけど、こんな風にして食べてみてください。ということで、粉のままだとちょっと美味しくないので、全体混ぜるっていう、そういう感じです。